ってます。 YouTuber 平本です。ということで先日開催になりましたクリーナー吹き隊、こちらいかがだったでしょうか。結構ね見られておりましてね、もう1000回以上回っております。ありがとうございますね。で実はねそれを見てねご連絡いただいた方、本当に先ほどお電話いただきましたよね。大阪府の、ね、お客様でございまして、うちのエトシリーズとか 4C を、ね、持ってるよということで、ぜひクリーナーを先生くださいということで、電話出てましたね。あれ平本先生ですかということでね、平本先生ですよということだったんですけど、ありがとうございますね。で、調整的に言うとですね、基本的にクリーナー吹きたいで吹いてたのは実はうちの父親の門下生はアスカンっていうので揃えてるんですけども、で販売してる楽器は基本的には F 管になってます。これです。はい、これになってますんで、なんかね、いい感じで吹けますし、まあ、息の量も全然いらないのでね、すごくこう、低音のこう、芳醇な音とか、オカリナなんかもリンクするかなと思ってますね。よろしくお願いします。ということでね。まあ、大阪府のね、お客さんも見ていただけてるということで、いただけてるでしょうかね。男性の方でございました。ありがとうございます。さあ、今日はですね、また違ったね、サムネイル見ましたか。はい、短いですね、LINE、この方も YouTube からうちのを知っていただいて、結構ね、買っていただけてる方でございます。はい。先生、お世話になっております。理論武装した方がよろしいでしょうかと。さあ、こちら来ました。理論武装ですよ。ね、理論武装。これ、意味合い的に言うとね、理論武装した方がよろしいでしょうかって言うんですけども、おそらく理論武装っていうのは、音楽的な、なんていうのか、知識のことだと思うんですよ。その吹き方とか、その構え方とかね、そのオカリナの持ち方とかっていうよりは、その西洋音楽の理論ですよね。これ理論を武装してた方がいいのか、装備してた方がいいのか、どうなのか、どっちなのかっていうのをお伝えしていきたいと思いますね。よろしくお願いします。さあ、まあ、この頃昨今ですね、まあ、うちのオカリナ塾なんかでもね、そうですし、うちの次世代を作るときには、まず僕が通ったのは、音大出身っていうのをまず一つのハンドルとして、取ったわけですね。ですから、例えば陸斗先生にしても、小田先生にしても、孫江脇先生にしても、まあ、もちろん新野先生は言うまでもないんですけども、みんな音大卒。音大卒っていうのは、いわゆる西洋の音楽の理論武装ができてるんですよ。いわゆる楽典っていうのをね、必ずやらないと合格にならない。で、もちろん演奏に関してもその楽典から得た知識を音に乗っける操作性を学ぶっていうのをできてるから、それができてるからこそ、もう教えることないじゃないですか、僕的には。まあ、あとはそのオカリナとは何ぞやというね、持ち方とか、そういったね、細かな知識を教えるだけでいいので、次世代っていうのはその音大縛りにしたわけですよ。じゃあどうなのかっていうと、まあ、この人が言うね、理論武装した方がいいのでしょうかっていうの、もしかしたらそういうのを僕が推奨してるからこのように思っているのかもしれないですけど、誰もが彼もが音大を出てるわけじゃないし、理論武装してるわけでもないんですよ。ただ装備はした方が越したことはないかなとは思うんですよ。じゃあ例えばですよ、はい、理論武装ができてるかできてないかがこれで分かっちゃうんですよ。これね、非常に簡単な譜面でしょ。うん、8分音符のね並んでるっていうことなんですけど、これねちょっと吹いてみてください。これを吹いただけであなたが理論武装ができてる吹き手なのか、理論武装ができてない吹き手なのかが分かるんですよ。ですからこれが別に先ほど言ったように、理論武装ができてるかどうかは関係ないんですよ。どっちがいいかじゃないんですよ。できてるかできてないかが分かるっていう指標ね。ちょっと吹いてみて。うん。まあ、オカリナやった人だったら、まあ、1ヶ月、2ヶ月でも吹けるでしょ。この音符ぐらいならね。スラーとスタッカートの、もう、並んでるだけだからね。うん。じゃあ僕がね、2回吹くから、どっちに近かったか教えてください。もしくは、今ね、例えば吹ける状態じゃない場合、どっちの方がよく聞こえたか
ね、まず1番いきますよ。これが1番です。2番。はい、どちらか分かります？もう微妙じゃ微妙なんだけどね。やっぱり論理武装って微妙なとこだからね。じゃあもう一回1番ね、吹くね。2番ね。はい、まあ1番がいいか2番がいいかで、あの論理武装ができてるかできてないかが分かるんですよ。はい、これは論理武装ができてる人の吹き方は2番。イエーイ。これは明らかにあの楽天を習った人は1番のようにはこれね絶対に吹きません。はい、これはあの西洋音楽でこういう音源が出てきたらたーたったとは吹かないんですよ。ティーやったった、ティーやったったったっていう、その2番目の音符が短くなるっていうのが、これ、規則で決まってるんですよ。ですから、これが論理武装ができてる吹き方。論理武装ができてない吹き方が、これでもおかしくはないんですよ。このスラーのその、なんて言ったらいいかな、譜面を見ると今に吹いててもおかしくはないんですけども、これは西洋の論理武装をできてる人からすると、特にスラーかかってる2個目のこの音は短く吹かなきゃいけないっていう風に教わるんですよ。ですから論理武装ができてる人はこんな風に吹くわけですよ。ですから皆さんがじゃあ1番と2番を聞いて、もし1番の方が良かったとしたら、論理武装ができてようができてまいがそんなに差し支えないですよねっていう話になるわけで、ですからこれはあくまでも多分ね、この人が論理武装をした方がよろしいのでしょうかっていうのは、おそらく、西洋の学問を学んだ、いわゆる音楽大学を卒業した人がこういう論理武装をして演奏してくるわけですよ。でそうした時にこれを是とした場合に、最初に吹いた1番の吹き方があれがおかしいかっていうと、その人からするとおかしいんですよ。絶対にああいう吹き方をしてはいけないって教わりますから。ただそれを2番目のように吹いたからといって、じゃあみんなに受ける素晴らしいものなのか、ここにも実はクエスチョンがつくんですよ。はい、なぜならやはり心がこもってなければ2番のティーやったったティーやったったって吹いても、これ見逃しにティーやったったティーやったったって吹いてたところであんまり意味はないんですよね。ですからここが非常に難しいんですよ。先日ね、あの小田先生と、ね、ちょっとしたそういううちに来てもらってね、話したことがあるんだけども、やっぱり論理武装っていうのはした方がいいと、した方がいいんだけども、やっぱりそれはあくまでも西洋音楽、西洋楽器に当てはまることであって、オカリナ、特にカンターレが好きな人はそこまで西洋、その論理武装をしてもどうなのかな。やっぱりそのね、この土から作っている日本のね、ジャパニーズのこの土の音色ってなると、そこまで論理的な武装をする必要はあるのかなということでございます。ただ、明らかに皆さんの中でも音楽ね、非常にこう精通してる人から見たら明らかにこうは吹かないっていうのは分かるでしょ。でも論理武装してない人だと今のがなぜかないんで間違ってるかがわからないわけよ。ということなので、やっぱり武装はしてた方がいいと思う。ただ武装はしてた方がいいんだけども、その論理をひけらかして演奏したりとか、あるいはそれが正義だというのはどうなのかなっていう気がしますんでね。
そこら辺はね、まあ、いろいろ考え方があるかなと思いますんで、だから例えばシンコペーションなんかもそうですよね。まあ、論理武装ができてればね、タタタって吹くけどね、できてなければそのまま流して普通に吹いちゃうよねっていう感じになりますので、まあ、ある程度ね、まあ、僕の中でもこの論理武装的なのね、ちょくちょくやっていきたいと思いますし、まあ、オカリナ塾なんか入っていただければ、もう先生方はこの論理武装、ね、バリバリにしてますから、かといって、じゃあそれが正義かっていう人ばかりではないんですよ、うちのスタッフっていうのはね。やっぱりそれはオカリナはオカリナの良さっていうのがあるよねっていうところに落とし込めるからね、まあいいかなと思ってますので、ぜひこの YouTube でね、試していただきたいなというふうに思ってます。やっぱりで、何かね、このね、スラートスタッカートのやつやろうかなと思ったんだけど、やっぱりね、こちらの系統で言うと、クラシックが多くなるんですよね。チャイコフスキーが作りましたナポリの踊りの歌っていうのがあるんですよ。これワルツの中の白鳥の湖だったっけな、その中に入ってるんですね。この中でまあ、こう早く行くところがあるんですけど、やっぱりこういうね、やっぱ西洋音楽吹くにはやっぱり理論武装をしてないとなかなか難しいかなというふうに思ってますということで、ね、理論武装、したことに越したことはないけども、下からって言って皆さんの心に届くか、ここはやはり真髄は心を音色に乗せる、こっちの方が大事なような気がします。ではまた。